衝撃、芸能人布施宏の母の認知症が劇的に改善した驚きの方法とは。おはこんばんちは、毎度チャンネルついてるの時間です。認知症の親族を持つ芸能人といえば、俳優の布施宏さん59歳が有名です。先日もテレビで実の母雅子さん84歳と奥様の和子さん45歳との3人暮らしの生活が放送されていました。東京都あきる野市にある家にお邪魔した番組スタッフに対し、お世話になります、よろしくお願いいたしますと爽やかな笑顔で対応し、一見しっかりとした感じに見える雅子さんですが認知症を患っており、ありとあらゆる認知症ならではの振る舞いをするのでした。そんな雅子さんですが、とある介護施設が提唱、実行している水を利用した改善方法により、思考力が戻ってきた様子が番組で紹介されました。介護に悩む者にとって、認知症は治る、という希望を大いに与えてくれる内容でしたので、ご紹介したいと思います。雅子さんの認知症の症状。雅子さんは2年前に、アルツハイマー型認知症、と診断され、かなり深刻な症状がいくつか出ていました。1、息子と暮らした場所を忘れている。息子である布施宏さんが生まれた頃に住んでいた場所を質問されると、小金井の方と答えたのですが、布施宏からは違うでしょ、足立区だからと笑顔で突っ込まれ、実の息子と暮らした場所を忘れてしまっているのです。2、年齢がわからない。年齢を聞かれると、なんだかわからないですけど、親が丈夫に産んでくれた、と、とんちんかんな答えをし、自分の年齢もわからなくなってしまっています。3、食事したことを忘れてしまっている。15時頃に昼食を食べた雅子さんですが、わずか2時間後にはキッチン周りを物色し始め、布施宏の目を盗んでは何度もつまみ食いをします。さらに30分後に再びキッチンへと行き、今度はアンパンを食べる。という風に一日中何かを食べ続けます。4、ドッグフードを食べる。このようなつまみ食いや食事の際に、誤ってドッグフードまで口にしてしまいます。5、火をつけっぱなし。家の中を見渡すと、触るな危険。レンジは2分まで。犬に人間の食べ物を絶対にあげない。病気になって死んじゃいます。お部屋の戸を必ず閉めること、といった張り紙があります。そして台所には取っ手部分が焦げた夜間があり、それはお湯を沸かしている途中で火をつけたことを忘れてしまって燃やしてしまったものです。6、水を出しっぱなし。一日に何度も洗濯をし、水も出しっぱなしにするので水道代が数万円にもなったこともあったそうです。このような雅子さんを懸命に介護する妻、和子さんに対し、あまりにも不条理な現実が、雅子さんへの取材中に宏が、結婚が、決まってないから孫の顔が見たい、と、布施がまだ結婚していないと思い込んでいるのです。そして、今現在何人で住んでいるのかという質問に対し、3人くらいですかね。私と宏と、あともう一人はいろいろと手伝ってくれる人、と、懸命に介護してくれてきた和子さんをお手伝いさんだと認識していたのです。見当識障害の症状。ある日、仕事のために家を出た布施を見送った雅子さんですが、なぜか布施の後をついていきます。ついてこなくていいよと注意されて家の前まで戻るも、その場で10分以上も立ちすくんだままなのでした。これは見当識障害と呼ばれ、自分の場所の認識ができなくなる症状です。雅子さんは自分の家の前にいながら、どこが自分の家かわからなくなってしまっているのです。そしてその夜に布施が帰宅すると、迷い込んじゃった。迷子になっちゃって、どうしようかと思って考えてた。黙ってここに泊まるのも悪い気がして、と、人様の家に迷い込んだ自分を息子の宏さんが迎えに来たと思っていたのです。進行する認知症レベル、徘徊。その3日後に、認知症の症状の中で最も厄介な徘徊の症状が出始めました。
もう日も暮れて辺りは暗い中、スタッフとひろしさんが手分けをして探し10分後に発見しました。行き先がわからなくなったのか、道端に立ち尽くしていたのです。こんな伏せ夫妻に一筋の光が見えました。治ることはないとされている認知症が改善すると注目の施設があります。それが東京都渋谷区にある施設、森の風上原です。この施設に入所してきた重度の認知症患者の女性は、どんなにケアをしてもらっても一点を見つめたまま、無表情、無言のまま、体を動かすこともできませんでした。それが半年後には、こんにちは、お世話になります、と、歩きながら笑顔で会話ができるようになるまで回復しました。水を十分に取ること。この施設を訪れた布施夫婦は、入所者がみんな水分を多く取っていることに気づきました。そのことについて尋ねると、1日に 1.5 リットルくらいの水分を取るようなプログラムを組んでいる、との回答が得られました。この方法は40年にわたり認知症介護を研究している、国際医療福祉大学、大学院の竹内隆人教授が提唱する改善方法です。竹内教授が出版する認知症関連の書籍は軒並みベストセラーです。では、なぜ1日に 1500ml の水を飲むと認知症が改善するのでしょうか。番組内の VTR で竹内教授は人間が生理的に正常な状態を保つのに、水は欠かせない。高齢者の場合は体重の 50% は水分が占めている、と語っておられました。体は水分が循環することで正常に活動ができます。その水分が 1% でも不足すると脳の働きが衰え、頭がぼんやりするほどの意識障害が起きるほどシビアなのだそうです。この水分不足が原因で引き起こされる意識障害こそが、認知症の状態とのことです。ほとんどの高齢者が水分不足。1日に体外に排出される水分量は、約 2500ml です。食事に含まれる水分量が約 1000ml なので、別途 1500ml の水分補給が必要となります。ところがほとんどの高齢者が約 600ml 程度しか水分補給をしておらず、約 900ml 不足しているのが現状です。ですので1日に 1500ml の水分補給を行い、不足している水分を補うことで認知症の症状を軽減できるというのが、この方法のメカニズムとなります。竹内教授は、水を飲めば認知症が治ると思っていただいて結構です、と語りました。水分補給方法は水だけでなく、お茶、ジュース、コーヒー等でも大丈夫です。森の風、上原では職員の方が、入所者各人の1日の水分摂取量を管理しています。その結果、5割以上の利用者の要介護度が改善しました。雅子さんの症状が改善。帰宅した布施夫妻は、雅子さんに水を飲むように勧めました。毎日徐々に飲む量を増やしていき、1週間後には1日に 1500ml を飲めるようになりました。次第に雅子さん自ら率先して水を飲むようになり、その結果1ヶ月経った頃に変化が訪れることになります。子供の頃はね、と、この数年話したことがなかった自分の昔話を始めたのです。そして和子さんは、私は誰だかわかる、と、禁断の質問をぶつけます。その答えは、あなたはうちの大事なお嫁さんでございます。名前は、との問いには、和子さん、と、見事に和子さんのことを認識するようにまでなったのでした。認知症介護に希望。雅子さんはまだまだ完全に認知症が治ったわけではありませんが、目つきがしっかりとし、そして徘徊することもなくなりました。文章を書くことが認知症予防になることを知った和子さんは、雅子さんに手紙を書くことを提案します。そして書き上がった手紙は、息子ひろしさんが子供の頃の様子を細部まで再現しており、とても1ヶ月前まで重度の認知症だったとは思えず、布施ひろしさんも思わず涙を流すのでした。認知症介護は莫大な時間とお金がかかり、生活を圧迫するものです。
それが水を飲むだけでここまでの成果が出るということです。これからも発信力のある芸能人、有名人の方がこのような有意義な体験をレポートしていただければ、介護に疲弊している方にも一筋の光明が見えるのではないでしょうか。少しでもお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。